はい、どうもこんにちは、ひまじん27号です。今回の動画はですね、アメリカンガンマンですね。ちょっと、ドックさん、ジェシーさんをね使ってみたいなというふうに思います。で、突ではなく中距離で使っていこうかなというふうに思います。パニではなく、あえてここはパニッシャーとトランバス、パニッシャーとピンという組み合わせでやっていこうかなというふうに思います。基本的にだから、アンサイル剥がしマンですね。私はアンサイル剥がしマンをしつつ、まあ多分ドックに関してはパニッシャーマーク2 2本レベル9ですけどあれば、カンストしてるアンサイルは剥がしきれないけど、まあ、半分以上は削れるんじゃないかなというふうに思います。でジェシーさんはもうそういう風にしたいんですけど、パニッシャー、普通のパニッシャーなのでちょっとどうだろうなっていう感じですね。まあ、ただ走れるので、足が速いので、どうだろうな、オールマイティにこういろいろこう走り回ってみようかなという風に思います。はい、では、ますが農場ですね。初手パニーでもいいんですけども、相手にアンサイルがいますね。いますの、ちょっとああ間違えた、ちょっと走ってみようかなというふうに思います。321よいしょ、アンサイル剥がしですね。私のただトラッピングリにめっぽう弱いジェシーちゃんでございます。ですよね。前にマーク1だとやっぱりきついですね。そしてピンもきついですね。そして E が何故か取られてる。ヘチかな。厄介なのがいっぱい来ました。これは多分リスポーンしてきたところですね。ドックじゃダメですね。ドックじゃない、ジェシーはきついですね。アンサル剥がしきれない。で12345人向こうにリスポーンしてきたのはちょっと大丈夫か。まあ機体変えればいいっちゃいいんですけど、果たして変えてくるか。体力的には皆さん十分残ってるので、わざわざ DB コンのために変えてくるかなっていうのはありますね。したのにいいとこでまた兵器強いですね。
落ちるぞ。また来たな、ヘチメ。厄介なんですよね。ターンじゃないから、とりあえずアンサイル剥がせるかな。ドアー、やられた。B 入れるんでいいかな。今の状況で B をね、取られちゃうのは非常にまずい。自身 B 子ならなんとかいいんじゃないのっていう感じなので、ね、13時間またヘチ取るな。雷神かな。まあ3人いればいけるでしょう。私一人なんとか持ちこたえるしかないですね。ただ相手がアンサイル持ち、こっちにはトラピングリがいますが、もうやられそうですね。アンタラです。相手はそっちに味方さんがリスポーンしてきてくれるんでしょうか。どうでしょうか。オルピナか。オルピナです。剥がしてはくれないんですね。まあ、でしょうね。そんな感じはします。で、自陣 B 子を今だ取り返せず、敵さんはたくさんいらっしゃいます。ん、勝て勝てど、よいしょ。なんで自陣 B 君を取り返しに行かなかったんだ、あの人。ああ、もう無理そうですね、自陣はちょっと。どうしましょうかね。まあ、引き打ちできないなら。ジェシーとドックは微妙ですね。やっぱ同じ武器つけた方がいい感じでしょうかね。パニならパニー、トラならトラ、ピン、うん、ですかね。そしてやっぱり、もう軽機体は出番がない、ですね。足の速さは活かせないですね。もう新機体一体で見るともう追いつかれちゃうし、引き打ちもできないし、で軽機体はもう無理ですかね。一回ね、全部軽機体でやったんですけど、もう裏取りなんかもピーコンラッシュじゃなかったらワンチャンあるのかななんていうふうに思うんですけど、もう新機体にね追いつかれちゃう、ヘッジ、ブルーガリアだかブルー下がりだかなんだかはまあ逃げ切れるかなっていうふうに思うんですけど、ヘチと何、でしたっけ、クミホだったかなはもう追いつかれちゃいますね。なのでまあ遅くても重機体がいいのかな、うん、ライノちゃんが速くなったので、ライノちゃんかな。またアンタラ、安定のアンタラですかね。難しい。というわけで今回はこの辺でおしまいにいたします。ご視聴ありがとうございました。